はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回はお知らせの方で7周年でもいっぱいいろんな情報が出たので、それについて振り返っていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、もういろいろあるね。どこから話そうかっていうのがあるんですが、なんかいっぱいある。なんかまあ上から順に見ていくか。はい、ということで7周年の発表の新情報についてということで、ここまとめてくださってるところですね。はい、じゃあもうここ普通に見ていきましょう。はい、FGO7 周年アニバーサリーということで、まああれっていう方がいると思うんですが、はい、ピックアップでアルクウェイドが来ているという形になっております。でまあアーキタイプアースとジョフクが新登場とか、まあいろいろ書いてってるっていう形ですね。はい、ではまあ上から順に見ていくんですが、まずアーキタイプアースとジョフクが新登場ということで、今アーキタイプアース、まあアースですねが、新しく実装されたと。いやー、まさかこの子が来るとは。しかもアルクウェイドという名前ではなくね、アーキタイプアースで来てるのがっていうね、片付き中のめんどくさいやつです。はい、ということでまあ普通に実装されたよっていうのと、ジョフクですねが、来ましたという形です。まあジョフクに関してはもともと俺周年で来るんじゃねえかっていう予想してたんで、まあ来てお意外だなって思ったりしました。ただクラスがアルターエゴになってるということで、まあ、今回ムーンキャンサーの星5のアースとアルターエゴ星3のジョフクが新しくガチャできているという形になっております。でこのピックアップに関しては8月10日まであるという形ですね。まあピックアップの詳細は後々見ていきましょう。で次、スペシャルその2ということでアーキタイプアースの、体験クエスト追加されてますよ。はい、気になる方はこれをやれば OK。 はい、予備符1枚もらえるんでやっておきましょう。で次、7周年記念限定の日替わりピックアップ追加ということで、まあ見てもらったらわかるんですけど、四季さん、ネロキャスター、ボイジャーくん、ムサシちゃんの水着、イリア、そして、謎ヒロ X、アビゲイルの水着、そして、水着の式部さん、牛若丸がピックアップ来ているという形になっております。まあもし欲しいなという方に関しては狙いに行くというのでいいかな。まあピックアップの詳細は後々見ていきましょう。で次、7周年の連動キャンペーンの報酬ですね。石100個、明日配布されます。8月1日に配布されるということで、もらっておきましょう。で次、7種類の概念霊装の中から1枚プレゼントということでね。はい、カレイドスコープ、髄液、そしてジミテッドゼロオーバー、プリズマコスモ、フォーマルクラフト、クロセイハイ、イマジナリアラウンド、この中から1枚好きなものを入手できるよという形になっております。ただこれ交換期間は明日の18時から、スタートするという形になっているんで、そこだけ注意してください。まあそこが交換が始まり次第多分動画上げると思います。はい、まあって言ってもね、どうせ言うこと一緒です。クロセイハイかカレイドスコープ以上ということで、次、特別のキャンペーンということで特別ログインボーナス始まりますよという形です。まあ毎日連続ログインボーナスすることによって、上見た方が早いかな。書いてない。星5種火10枚の QP300万、フレポ10万の300万、ティーポット10個の300万、マナプリ100個の300万、星3フォークン、オール種火んオールホッサンフォークンの、攻撃と HP10 枚ずつ、あと300万、予備符10枚300万もらえるという形になってます。まあ予備符10枚が美味しいっていうのとね、ティーポットもらえるんで必ずやっておきましょう。で次、特別回数ログインボーナスですね。まあ伝承結晶5回ログインすると入手できるんでやっておきましょう。まあ予備符入手するためには結局連続ログインボーナス受け取らないといけないんで、ガンガンやっていけば OK です。で次、福袋かっこクラス別20分割アホかマジで本当に動画撮る身にもなっ、っていうね、言うのね、あの配信とかで発狂して言ってたんですが、はい、20種類の福袋に分かれております。まあ今回はセイバー、アーチャー、ランサー、ライダー、キャスター、アサシン、バサカー、エクストラ 1,2,3,4,5,6 のピックアップというか、まあ福袋が来ているということで、まあ細かくはなっているんですが、数が本当に多いっていう感じですね。で一応これちょっと軽く見ておきますか。はい、でいろいろねあったりするんですが、
セイバーの1だった場合こういう感じです。はい、ちょっとね名前呼んでいくと疲れるので、今回は割愛させてもらいます。で、セイバーの2だったらこんな感じですね。まあ最近のキャラクターが結構いたりする。まあただ右書いてもらっ右というかね書いてるんだけど、2018年の7月30日から2022年の7月29日までの実装サーバントとなっております。でアーチャーに関しては15から18のサーバントで、18の7月30日から29っていう感じですね。はい、ということでね、まあいろいろねもうちょっと軽く見ていくんですが、まあ、先にちょっとここで言っときます。ランサーにおすすめです。はい、んでそれ以外だと、地味にライダーの2も、おすすめです。はい、キャスターいい感じにね、人権の色バフ等が分かれてるんで、正直これどちらでも構いません。狙いたい方を狙いましょうという形です。で、アサシンの方あって、アサシンの2、ここもおすすめです。バッファーとかがね、結構当たったりするので良きです。でバーサーカー1、バーサーカー2、ここめっちゃおすすめです。何も考えずになんかバーサーカー引きたかったらここ引いておきましょう。後悔しないです。でエクストラ1、エクストラ2、ここに関してはなんかルーラーアベンジャームンキャンサーとかいろいろ分かれてたりとかするんで注意してください。でエクストラの3、エクストラの4、エクストラの5、エクストラの6という形になってるんで、あエクストラ6も数は多いんですが地味におすすめです。はい、っていうのがあったりするんで、まあここら辺に関しては多分今日から頑張っていっぱい動画上げていこうかなと思うんで、気になる方はそちら見てもらえればいいかなと思います。はい、で、お知らせを1回戻りまして、7周年アニバーサリーの途中から見ていきましょう。次、新たな2種類のチェインを追加含むバトルシステム改修ということで、倍速時のアニメーションがより滑らかにという形になりました。まあ滑らかになったっていうのはシンプルに滑らかになってるだけですね。で9のファーストボーナスの新規効果追加ということで、まあいつも通りだった場合、まあ上側に書いてることだったんですが、ファーストボーナスとしてコマンドカードのクリ力、クリティカル発生率を 20% プラスするという形になりました。はい、ということでここ書いてるんですが、初動で Q を使う場合30あるサーバントは50になるっていう形ですね。つまり確定でクリティカルを狙うことが可能になったという形になっています。はい、 80% でクリティカルどうなんだろうな、あキル Q 挟めばいいじゃんみたいな、そういう形になったってやつですね。で次、Q チェインの効果調整ということで、 Q チェインした際に10個スター獲得だったんですが20個に変わりました。はい、これで何が良くなったかっていうと、普通に高難易度等でも使い勝手良くなったし、まあボックスイベントとかで、まあ仮に宝具等とかあると思うんですが、そこで Q チェインした際に2ウェーブ目のクリティカル運用がめちゃくちゃしやすくなったということで、ドーマンとか使って周回する上では結構これ重要になってくるんじゃないかなって思ったりしてます。はい、で次、3種類のコマンドカードすべて選ぶと発生する新チェインを追加ということで、マイティチェインが発動されます。これに関してはコマンドカードで Q、アーツ、バスターそれぞれのカードを1枚選ぶという形です。これ別に宝具でも OK です。宝具のバスター Q アーツでも一応乗ってくれるって感じですね。ただまあバスター自体には、宝具自体にはこのチェインのやつってもともと使用上乗らないという形になってるんで、バスター QA だった場合 Q と A にいろいろ乗るよと思ってもらえればいいかなと思います。で、チェイン発生時の効果に関しては攻撃力アップ、 NP 獲得量アップ、クリティカルスター発生率アップ、クリ発生率 20% アップという形になってるんで、80、80、80とかで BQA する際にまあ確定でクリティカルで 100% に乗るっていうのは結構強かったりするし、エクストラアタックにも乗るんですよこれ。はい、まあクリティカルエクストラアタックはしないんですが、 NP 獲得量アップ、クリ発生率アップ、クリNP 獲得量アップ、攻撃力アップ、クリスタル、クリティカルスター発生率アップ、全部エクストラアタックにも含んでやってくれるという形になるんで、これ結構いいね。シンプルにまあいろんなキャラクターで3色普通に使ってクリティカル狙っていくっていう戦法もできたりするし、まあそれ以外だとエクストラアタックでアペンドスキルあると思うんですが、あれの攻撃力がさらに上乗せされる、チェーンを組む上では上乗せされるっていうのは相当強くなるかなと個人的に思ってるんで、結構やばいなっていう感じかな。で、バトル中の倍速時のアニメーションをより滑らかにということで、高品質にするとまあすごい良くなるよって感じです。ただこれに関してはあくまでバッテリーの消費量とかが激しくなるんで注意しておきましょう。で次、
工場として霊気再臨の報酬として星晶石とピアプリズム追加。はい、現時点7月31日時点で最終再臨込みで全てすると915個、星晶石が入手可能となっております。はい、それ以外だとピアプリとかいろいろ入手できるっていう形ですね。はい、でこれまあどれぐらいまあもらえるかっていうとね、俺ピアプリはもらっちゃったか。はい、下からちょっと見にくいと思うんですが、全サーバント、コンプしている時点で909個です。でここ本来あれ915個じゃないじゃんっていうのがあると思うんですが、アルクとジョフクちゃんは除くという形になっているんで、それを除いた上で、現時点で909個の石が配布されているという形になってます。でそれ以外で言うと、まあピアプリズムの方ですねの方も、まあ一応配布めちゃくちゃされているという形になってるんで、育成し得になりました。はい、なんかこのテイレアサーバントめんどくせえから育成しなくていいやとかねあったと思うんですが、育成することによって石がもらえる、ピュアプリももらえる、それは結局プラスだよねという形になるんで、もう今後なんか暇だな、じゃあサーバント育成するかみたいな感じで育成すればいいんじゃないかなと思います。でここレアプリズムもね、もらうことができるということで、めちゃくちゃ美味しいです。まあこれでモナリザとか交換してもいいし、いろんなやつ交換してもいいし、好きにやれば OK っていう形です。で次、燃焼結晶や星晶石を獲得できるエクストラミッション追加ということで、全てのミッションクリアすると燃焼結晶30個の最大石120個もらえるという形になっております。でこれはもうエクストラミッションの方で新しく追加されているんで、見ておけばいいかなっていう感じかな。アバロンルフェクリアとか強化クエクリアせよとか、幕愛クリアせよとかいろいろ入ってるっていう感じですね。あとフリークエストクリアせよとかもあったりします。で、再臨を最終再臨いっぱい増やすことによって燃焼結晶もこういう形でね、めちゃくちゃもらうことが可能になっているという形になってるんで、まあ結局育成主力になりました。ガンガンやっていきましょう。で次、デイリーミッションの報酬に交換券追加されました。はい、でこれに関してなんですが、めっちゃ熱いです。はい、でこれ何ん？なんかあんの？っていうのはあると思うんですが、もともと1枚配布毎日ログインすると入手できてました。それが最大デイリーミッションをこなすことによって4個もらうことができます。4個もらえるようになるとどうなるかというと、もともと30個配布されてた素材が120個になるんですよ。はい、でまあ例えばで言うと胸骨とか216個必要ってなったら半分その時点で集まったりするし、銀素材とか金素材とかって、まあ、120あればもう十分結構溜まってるって状態なんですよ。それをすることができるといった意味で、もうはい、神アップデートとなってます。で次、工場曜日クエストのスケジュール調整、期間限定で全曜日の AP 消費を1/2、強化大成功率極大成功率アップとかいろいろありますね。でまず一つ目、リニューアルです。種火とかのやつ、まあ日替わりでいろいろあったと思うんですが、土日は、違う、日曜日はいろいろ開放とかされてたりするんだけど、そのやつがもう完全的になくなりました。月から金はまあこれしか回れないよっていう縛りがあるんですが、土日に関しては全て回ることができるようになったということで、育成が比較的にしやすくなりました。やっぱ土日休みっていう人が多かったりするんで、そのことを考えたら結構いいアップデートになってるんじゃないかなと思います。で、期間限定で AP 1/2とかいろいろ全開放って書いてます。これに関しては7月31日から8月10日のまあ10日間ですね、まあ半減とか全てのクエスト出てるよという形になってるんで、種火が欲しい人は種火クエスト、魔石とかいろいろ欲しい人は修練場、 QP が欲しい人はこっちというのでいいんじゃないかなと思います。はい、自分は QP が足りないんで、QP とりあえず10億ぐらいまで集めようかなと思います。周年の目標です。で次、期間限定で強化 サーバントの強化概念霊装の強化成功率3倍になってます。はい、3倍になってるんで今のうちに育成しておきましょう。経験値爆弾作ろう。で次、工場としてサーバントの概念霊装と所持枠、保管庫枠の拡大です。はい、これマナプリズムで拡張できるんで、暇な方はやっておきましょう。自分は後でやっておきます。で次、キャンペーンその10、強化クエストということで、第15弾7周年アニバーサリーが来ますという形です。で今回に関しては金のランサーが2体、金のランサー2体の、銀アサシン、銀ランサー、セイバーの金、セイバーの銀、アサシンの金、ライダーの星1か星2、ライダーの金、アーチャーの銀、フォーリナーの金、
キャスターの銀、セイバーの金、バーサーカーの銅みたいな形になっているんで、まあわりかしいろんなサーバントが強化されるんじゃないかなと思います。まあここら辺に関しては後々また強化され次第お話ししていきましょう。で、2部7章の開幕は2022年12月開幕予定です。はい、まあ知らなかったけど知ってました。はい、ありがとうございます。ちゃんと言ってくれて嬉しいってやつですね。で、2部6章までのメインクエストの AP 消費が1/2、これが恒常化されるという形になってるんで、まだメインクエスト終わってない方はやっておきましょう。で、アドバンスドクエストはもうやったんで特に説明する必要なし。そして、新しく7周年の限定ミッション追加ということで、まあ新しく出ました。はい、まあもともとは英霊の概念レースを交換するだけだったんですが、なんとマスターレースをも交換することが可能になったということで、はい、必ずやっておきましょう。で次が、マナプリ交換、レアプリ交換に期間限定アイテム追加、はい、交換しておきましょう。以上で、サーバント3期の簡易霊油追加ということで、後々ピックアップが来るんですが、四季さん、謎ヒロ X、武蔵ちゃんがピックアップ来てるよという形、違うわ、新しく霊解放で追加されたよという形になっております。でそれと同時に、イリアも終局得意点クリアすると無料解放できるよという形になるので、まあとりあえずやっておけばいいかなと思います。で次、アップデートで追加された新機能をご紹介ということで、フレンド、まず1つ目、フレンド以外のサポートサーバントでも宝具使用できるように回収されました。ありがとう。本当にこれ、ドーマンとかね、ボックスイベントで周回してる時に事故ったっていうことがあったりするんで、これ普通にありがたいです。で期間限定で一部の幕開の物語で出てきた NPC 選択をその他の幕開の物語にも利用できるように回収しますよです。はい、まあ気になる方はこれをやれば OK という形ですね。で青少編の溜まり具合が分かりやすくなるようにということで、なんか UI で光るようになったらしいです。以上で、召喚に、必要な青少石が不足している際に、かけらと交換できるようになりました。ああなるほどね、交換をガチャ画面でチャってできるようになったということで便利になったっていう形かな。で次、方言 S のフルスクリーン表示対応のサーバント拡張ということで、まあ全てのサーバントフルスクリーンになりましたよっていう報告です。以上です。あとは、壁紙あるよっていう形かな。はい、ということで、次ピックアップ見ていきますが、まずアルクエイド、アーキータイプアースピックアップなんですが、これに関しては普通にアルクエイドのピックアップ来てるよという形になってます。ジョフクのピックアップも来ているんで、気になる方は引けば OK という形です。概念レースをいろいろあるんですが、 A ダッシュ、星5概念レースをこれ突ると普通に強い霊装となってるんで、突れる方は突っておくといいかなって感じかな。はい、ここら辺のガチャの詳細に関しては後々また別途違う動画でお送りしましょう。で、次、7周年の期間限定日替わりピックアップということでいろいろあります。まず四季さん、ネロ、謎ヒロ X、ボイジャー、そして宮本武蔵のバーサーカー、アビゲイル、夏、イリアのピックアップが来ているよという形になってます。スケジュールとしては3日間のピックアップがいろいろとポン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 と増えていくという形になってるんで、まあ気になる方はこちら引いておけばいいかなって感じかな。ただこの後プロトマーリンとかいろいろ実装されるということで結構大変なんですが、頑張ってください。はい、ということでね、まあいろいろお知らせの方で多分全部お知らせ見たかなと思うんですが、こういう形となっております。はい、まあ今後7周年が終わって気になる点で言うと、強化クエストですね、あれが重要っていうのと、まあプロトマーリンが実装されるんで、それまでに今のうちに育成しておく、それさえやっておけばいいかなと思います。はい、まあ自分はねこの後いろいろと動画を作ること多かったりするんで、ちょっと大変だったりするんですが、まあとりあえず、まあ鮮度よくいい感じに動画いっぱい上げていきます。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。